よし。何個箱買ったの？今日はね、箱の話をするぞ。箱の話を。箱の話をするぞ。この、これ、お前じゃないわ。箱どこ行った？これ、トローボカラフェ2015と、お、ないんやけど。ボスボクとの話？ないな。ないな。箱、全部で5個ずつ、まあコンプする目的で、カイマンタスタイルで、去年はね、これの話、こっちが、来日の話する、こっちが、この箱が、これだね。これがなんか服とかアパレル系、大体どうでもいいのについてきてたやつだね。去年はね。で、これはゴールデンがなかった。ゴールデンがなかった。まあ、イモータルだね、一応。で、ボーナスが、ベノリング。で、エキストリームレアに、ゴールデントローボカラフェ。ゴールデンだね。で、このトローブカラフェ。これが、去年は確か、これ普通に売られてたんだけど、ゴールデンバージョンがあって、ロックレスの方が中身っこ。ゴールデンバージョンがあって、ゴールデンバージョン。ゴールデンバージョンは、デミヒーローズっていうフィギュア。フィギュアがあって、そのフィギュアが、まあ、運が良かったら、こう、何個かに1個、金色のフィギュアがあって、そのフィギュアについてくるのが、ゴールデントローブだったんだよね。今回は、チャンスがあって、このトローボカラフェの、まあレア枠から、エキストリームレアだけど、目つぶって開けて俺らの反応で何が当たったか予想して、まあこれが出る。ワンチャンこのリアル、何、グッズ買ってなくても、ゴールデンが出る可能性があるという、そういう仕様になっております。バルブ学習してきますね。で、今マーケットにゴールデンがぼちぼち出てるんだけど、これ多分どうなるんだろうね。出たらトレード制限、トレード制限かかってないからこんなの出ない。それは関係ない。それはもう問題外です。あなたは書いてください。マーケット制限ないの？いや、わかんない。あるんじゃないかな。で、多分これはなんかアパレルとかシャツとかについてくる、どうでもいいやつについてくるんだけど、マウスパッドとか、どうでもいいやつって言い方はひどいけど、で、そのやつはあのジェニュインクオリティだと思う。緑のやつ、ね、買えるの？緑のやつね。バンしていい？そこまで情弱はお呼びじゃないぞ。で、こっちか。これも多分箱につい、あの箱じゃなくてあれだ、フィギュアについてくるやつはジェニュインクオリティだと思う。ジェニュインがついてると思う、去年と一緒ね。で、これは多分フィギュアについてくるこのゴールデントローブはジェニュインゴールデンっていう風になってると思う。これは多分ただのゴールデンなんだと思うんで、まあその辺はあんま差ないね。緑かどうかとかそれぐらいの差で、要はこれを出せばいいって。出なかったら残念。正直これはもう微妙ですね。で、ゴールデントローブからはあの去年のゴールデンドゥームリング、ドゥームリングのゴールデンバージョンいたけど、あれがワンチャン、さらにこのゴールデン出た人からさらに、もうやめろっつってんだろ、英語反応バカかよ。で、で、あ、ジェニーンなのか。じゃあジェニーンかもね。いや、わかんない、なんかバグってたからね、どうかわかんない。で、これかな、まだ相場固まってないからね。ロックレスシリーズだね。ロックレスシリーズの中のベノリングもこうゴールデンなんか入ってんだよね。なんかどっちもゴールデンバージョンがあるっていう。意外と可愛いな、ベルマンサー。そういうことです。グーリエ出して。グーリエはいらない。欲しいのはゴールデン。ゴールデン箱。でゴールデン箱出しても、さらにこのゴールデンクーリエの抽選があるってね。今多分ゴールデンルーブリング。2、3万ぐらいなんだよね。で今年はあのヒーローのフィギュアからだけじゃなくて、箱からも出るから、もうちょっと相場下がるんじゃないかなって思うんだよね。で、だからこっち側はゴールデンないんだよね。だからこっちから開けるか。ベノリング。ドゥーム。パッチリングがまあいて。カイジの沼みたいな二段構えですね。で、ドゥームリング。
ベノマン可愛いけどこれアニューもあるの？ゴールデンだっつってんだろ。怪獣の沼の3段階悪者みたいなもんやな。バウンテの方が可愛い。ゴールデン、いる？ベノリングモーマーケットにいるんか。飛んでるブハクウリエ可愛い。あれなんかこう、なんかザーグリングの自爆やつじゃないこれ。ザーグリングの、ちぎれちゃう。ちぎれちゃう。もう尻尾持たれたら確実にちぎれるな、これ。バウンテ、まあとりあえずこっちから開けるか。で、ゴールド出なかったら、もうこれは確実に赤字と思っていいと思う。多分、ベノリングもしょうもないよ。2ダスのゴールデンはないの？あれはね、ないんじゃないかな。わかんないね。で、まあ、ついでだからゴールデンの話するけど、現地の50ドルごとにもらえるなんかステッカーあるじゃん。ステッカー。まあ、ちょっと記事にしたとき書くんだけど、ステッカーがあって、でそのステッカーをいくつか集めると、なんか忘れたんだけど、全部集めると、このここで使えるエモチコン絵文字だね、要はこれがもらえ、これとこのなんだっけな名前、フロップ城、あのロック城シリーズだね、ロック城シリーズの新しいやつ、解除限定クーレーだね、この年のフロップ城がもらえて、でそのフロップ城がさらに運が良ければゴールデンみたいな、あのゴールデン沼ですね、もうとりあえず金色にすればいいっていうバカみたいな考えで、とりあえず金色がいっぱいある。で、まあ、スティールシリーズの、M800 だったっけ、キーボード。あれも、ドタツエディション、インターナショナルエディションがあるんだけど、あれについてくるのが、スラークのアイテムで、あれはなんかもう金色だね。なんかゴールデン、パッチ段階ではゴールデンバージョンあるんじゃないかとか話があったんだけど、一応もうマーケットにも並んでて、ほんで、それが、グライデッドエッジか。グライデッドエッジがついてくるみたいだね、それには。そんな感じかな、ゴールデンに関しては。全部ジェニーンだね、ゴールデントロー。ゴールデントローブどうなんだろうな、出てくるのは。そんな感じかな、ゴールデンに関しては。俺が知ってる情報はそれぐらいだと思う。もうないよね。去年の箱12個しか出てないけど、2万6000まで落ちてるね。一番安いゴールデンが、シャドウシャーマンでも5200円とかか。そんなんだね。以上です。あ、ほんでこれコンプしたらなんかポイント何本かもらえるんだよね、コンペディウムの。そうそう、おまけ得点まだあったわ。322、がどうしたの関係ないやろ。どれこれかね、とにかく稼ぐな。200、まあ、全部開けたら、全部5個は両方5個ずつ開けたら、600、1200か。レベル12上がるのかなっていうことです。君の本レベル322や。ほんまや、3人いらんけど、もう3人に終わるわ。じゃあ3人に取っとこうか、しゃあないから。どこで3人に取れる？322、3人に取れる。あ、ここにあるな。じゃあ外人に見せたら外人喜んじゃない。322やぞ。とりあえず金にしとけば金入る。いいねそれ、バルブ戦略ですね。とりあえず金にしとけば金入る、うまいですね。多分これさ、あの 0.4% とかじゃない、あの何個に1個だったっけ、あれレックス、レックスと一緒じゃない、出なそうじゃない。レックスどこだった、どこ行った、わかんない。これでまたレッティとカルマが溜まるな。カルマ溜めていくか。いやどうだろうな、322レックス 1% じゃないっけ。いや 1% じゃない、あれもっと低かった。 0.04 とかじゃなかったかな、違ったかな。レックスくん250。そうでしょ、250、多分一緒だと思う。250個開けて1個出るかだと思う。まあ、そんな感じでね。250個開けるぐらいだったらもう負けて買った方が早いよねっていう話。これブラッドシーカーだっけ。これはもうビセージだね。あれなんかフェイスレスボイドじゃないのこれ。フェイスレスボイド無事殺されたかな。でこれはあれだね。バンドルは開けないし、0.004% ラッドシーカーですね。ゾイド、エンシェントアパリション、ベンジみたいだな。言ってたら出たわ。なぜこれにしたんだろうな。あのライっていうかさ、あのタスクどこ行ったの。タスクのペンギンあったよね。それ売るとかっこいいで。アルティメイトが変わるの。これはあ、何これ、オービット、なんていうの、
パラフレア。いや、これ、それ最初ベンジのアイテムかと思った。全体物みたい。ニュータイプだったら、ニュータイプだったらこれ10個ぐらい使うよな。雑魚だからね、1個しか使えません。これ多分ポンコツなんで、この人。めちゃくちゃになってんだけど、なんか俺のクロック。スナーボーズさんです。ちょ、俺金色の箱欲しいんやけど、前だったらさ、ここだったっけ、ここになんかおアセプトール。あー、3人に終わっちゃった。全部開けたからね。技術力上がりすぎやろ。オーパーツ。あれ、ミダスナックル。あ、ミダスナックルこれなの。あれ、あれにもついてきてたよな。なんなんだよ、ちょっと期待したじゃねえかよ。ファック。326。コインチャーム。326になっちゃった。あ、ミダスはもらえるんだ。じゃあ、あれは、アルケミストのあの人形、このアルケミストってこっちでしょ、こっちなんだよね。アルケミストの、あれについてくるのは、ミダスなの、まあいいや。これいいね。何なんだろうなと思ってたのに、ミダスだったんだ。ゴールデンミダスだ。ゴールデンマイダスだね。ゴールデンマイダスとラディアンスを装備した。もうどこまでファームすんねんっていう話やね。どこまでもファームしたる。出ないんやけど、金のやつ。出ませんけど。何 ?5 個上げたから245分の1?カッティチュー。レベル上がる。あれ、たこ焼きじゃなくなってる名前。前たこ焼きだったのいいね、名前。これタコじゃない?タコか、これ。えげつねえな。ヤドカリさんじゃん。どうも、タコです。スラダーピック減るかもね。っていうか、アックスのやついつ来るんだろうね。これはネクロだね。ネクロライトさん。背中、うわ、気持ち悪い。気持ち悪い。ネクロライト何かあるんだろうな。ちょっと何が変わるか全然調べてないんだよね。ちょっと派手になったかな、ネクロライトさんも。一番打つとタコがうにょうにょ生える。あ、そういうこと。でもあと地味なのしかないんだけど。空流すら出ない。あ、出た出た。いらんねん。違うねん。そうじゃないねん。僕はゴールデンが欲しいんだよ。どこ行った？サイドハンターいなくなったんだけど。あ、いたいた。サイドハンターさんの、まあ、深海装備ですね。ちょっとなんかふざけて頭突っ込んだら取れなくなっちゃったみたいな。ベロベフィネ見たらアルケミスト帽子についてくるアイテムがミダス。そうそう、ミダス。2015だって。うん、違うのかな？ビオショック。バイオショック。ビフ、ダッティーだ。あ、これ中でこう水を釣ってるのね、この中で。グリエかわいい。バルブ回ってるっていうね。グリエ？クリアまあどうせ安くなるからいらないですね。ビッグラジ。あ、かわいいやん。かわいいけどいらないですね。背中の手裏剣やな。僕にはあれがあるからね。あの、ベビーローションがいるからね。PBR さん。手裏剣で飛ぶってのがかわいい。かわいいね。違うね、俺は箱欲しいんだよ。クリアいらないの。プレゼントも。プレゼントするぐらいだったら俺は売るぜ。エロン君クリア買わないでしょ。買わない。これはいいね。6ならなかった。あ、ヘビがいたのか。クーリエ抽選会会場はここですか？力ないクーリエは物足りない。そうだよ。こんなもんな。マーケット行ってやるよ。けど、この時間が、これ朝来たでしょ、確か。朝来たから、12時間ぐらい経ってんのかな、多分。スキルのモーション変わらない、ね、変わるんじゃない、なんか。これいいよね。なんか組み替えみたいな感じで。ちょっと頼むわ。くださいよ。くださいな。一番のエフェクト変わるよ。あ、ルビックのでな、うお、違った。黄色だけど違った。レベル上がったんだけど違う。ぬか喜びさせてくる。大嫌い。そっち、ほんま嫌い。わらわら。ほんま嫌い。金箱だ。違う。そっちかよ。違う。期待させてごめんね。ほんま、ごめんね、ごめんね。なんだよこれ。ファック。これは何？コインチャーム。あれ、俺めっちゃ持ってんだけど。あ、これあれか。普通のコインチャームってこれじゃん。あれやん。ウォーワーが聞けました。ウォーワー。ちょっと喜んじゃったし。もう10個買えば金箱出るよ、きっと。いや、もういらない。金箱もそんな欲しくないしね。もうね、アイテム増えすぎて、もういらない。本当に欲しいやつだけでいいよ。PBR だけでいいからな、俺。なんかこれ一個混じってんだけど、変なの。買ったやつだな。なんか安かったんだよね、これ。70円ぐらいで。
まあそんな感じだね、箱に関しては。今回の箱は以上でございます。さすがにドタスキン増えすぎた。増えすぎたからね。うん、そんな欲しいのな。ゴールデンドゥームリングゲットして。で終わりですかね。ゴールデンドゥームリングも今は3万円切ってるね。2万9千とかだね。っていうかね、あのクーリエそんないても、もともと俺クーリエ買わない方だし。タスクのペンギンはどこに行ったのかの。いや、タスクのペンギンどこ行ったんだろうね。あれ一応妹に入る予定だったっぽいけどね、なぜどっか行っちゃったのか、間に合わなかったからやめたのかね、ちょっとわからないですけどもね。テッチーズやろうかな。うわ、今はね、昔だったらね、マーケットの一週間制限なかったから、ちょっと安いの拾って買って、で、言って、キャスター?よくわかんない。あ、キャスターいらん。うん、いらん。キャスターのやつ持ってるけどね。僕なんかもう、こう、この前クーレ1個売ったんだっけな。なんかもう無駄にね、こう、不良債権がいっぱいあるって。不良債権じゃない、これ全部、あの含み益になってるね。売ればプラスですね、全部。いらないから売ってもいいんだけどな、これ。まあコレクターだからね。かわいいキャスターの箱がよく売れてた。そりゃそうでしょうな。ライトのやつあったね、また。ライトウェブ。今何分?いいや、きっと。いいや。もうサインも価値ないしな。処分用ビビちゃん。あのベビーローション出なくなったからか、9000くらいいってるね、普通のやつでも。フリークハルシネーション。分身するんだよね、こう。ブワン、ブワン、ブワンって。なんかこれ裸のグリービルのアンユージャルと同じエフェクトだみたいな騒がれてたね。結構かっこいいね、好きです。まあ、これがあるからな、もう買うことないだろう。クーリエとか使うことないだろう。いろいろいるけどな。バーニック、これ1Y1Y のやつ。オスキーとかこの辺ゴミみたいな値段だったら超高かったのにな。どうしてこうなった。アタリヒューリーも1個売っていいな。ディープブルーとか、これジェム外せるようになった時最初クソ高かったんだよね。どうせ下がるやろうなと思ってたんですけど、クソみたいに下がった。ゴールド、なんか今年のインターナショナルは色がゴールドだから、アンユージャルがゴールドじゃないかみたいな話してたけど、ゴールド来なかったね。売らなくてよかった。まあ、売らなくてよかったのも、その売らないから変わんないんだけど。危な、なんか間違ったし。これもまあまあ高いよ、ね、リスナーを騙して2個ウルサーててゲットした、呪われたクーリエ。いや、みんなもプラスになったでしょ。あの出た、出たゴミでね、一番。今年の期間戦は何が落ちてるの?あの、エフィギーだね。あの、銅像にできるやつが落ちてるっぽい。アイテム落ちてないんじゃないかな。ちょっと見てないんだけど、大会もアイテム落ちてないんじゃない?エフィギーっていう、ああいうのが落ちてる気がする。去年の箱はね、一応取ってあるのあるんだけどね。マイルクとブルーのが なくなってるから、レイヤーになってねえかなと思いながらずっと持ってるんだけど、去年のサイン入りブルーの。ゴミだと思って開けちゃったから損しました。謝罪と賠償。キャスター女の子の位置使ったけど誰か知らん。中国じゃないかな多分。去年もいたよね。まあそんな感じ、箱は終わり。去年もいたで、この子多分。わかんない。けし。ちょっと。どうせ中国のプッコルドちゃんやろ。それはそうだったね。ごつ。コートルガイ。ティガーちゃんのメイデンコス写真上がってたな。マジ?そんなあった?去年と一緒でしょ?キャピタリストも一緒じゃない?あとは、なんなんこのハゲら、ハゲ、ハゲ並べんのやめろや。悲しいラインだな、これ。この人は違うね、写真。わがままってこんなんだったっけ?訓言みたいな顔してるな。78、どうせ中。これも去年と一緒だね。ハゲビンゴ。ハゲ差別やめろや。別に差別しないよ。DC も去年と一緒だね。トビーこれだったかな。メリーにはこれだったね、去年も。パージとか違った気がするな。この人は去年もこれだったね。そういや空間もわがままも同郷やね。あ、そうなんだ。これなんなの、うん、
ムーンベンダーってなんかシンガポール、マレーシアだったっけ、シンガポールマレーシア。サイン入りのキャスターさん入りの、あの、さっき開けた妹タルバコだね。さっき言ったね。ドンジャラ。二人ともスウェーデンやったはず。あ、そうなんだ。クンゲンと。わがまま。アムスだった。アムス。昨日さ、クイーンオブペインのなんかコスの写真を俺は見つけてたやん。で、その時なんかいろんな写真が、クイーンオブペインの画像さが。よし。何個箱買ったの？今日はね、箱の話をするぞ。箱の話を。箱の話をするぞ。この、これ、お前じゃないわ。箱どこ行った？これ、トローボカラフェ2015と、お、ないんやけど。コス僕との話？ないな。ないな。箱。白箱の話しようか。箱。ね、全部で5個ずつ。まあ、コンプする目的で、カイマンタ。カイマンタスタイル。で、去年はね、これ、こっちが、この箱が、これだね。これがなんか服とかアパレル系、だいたいどうでもいいのについてきてたやつだね。去年はね。で、これはゴールデンがなかった。まあ、イモータルだね、一応。で、ボーナスが、ベノリング。で、エキストリームレアにゴールデントローボカラフェ。ゴールデンだね。で、このトローブカラフェ。これが、去年は確か、これ普通に売られてたんだけど、ゴールデンバージョンがあって。ロックレスの方が中身っこ。ゴールデンバージョンがあって、ゴールデンバージョン。ゴールデンバージョンは、デミヒーローズっていうフィギュア。フィギュアがあって、そのフィギュアが、まあ、運が良かったら、こう、何個かに1個金色のフィギュアがあって、そのフィギュアについてくるのがゴールデントローブだったんだよね。今回はチャンスがあって、このトローボカラフェの、まあ、レア枠からエキストリームレアだけど、目つぶって開けて俺らの反応で何が当たったか予想して、まあこれが出る。ワンチャンこのリアル何グッズ買ってなくてもゴールデンが出る可能性があるという、そういう仕様になっております。バルブ学習してきますね。で、今マーケットにゴールデンがぼちぼち出てるんだけど、これ多分どうなるんだろうね。出たらトレード制限かかってないから、こんなの出ない。それは関係ない。それはもう問題外です。あなたは書いてください。マーケット制限ないの？いや、わかんない。あるんじゃないかな。で、多分これはなんかアパレルとかシャツとかについてくる、どうでもいいやつについてくるんだけど、マウスパッドとか、どうでもいいやつって言い方はひどいけど。で、そのやつは、あの、ジェニューインクオリティだと思う。緑のやつ、ね、買えるの？緑のやつね。バンしていい？そこまで情弱はお呼びじゃないぞ。で、こっちか。これも多分箱につい、あの、箱じゃなくてあれだ。フィギュアについてくるやつはジェニンクオリティだと思う。ジェニンがついてると思う。去年と一緒ね。で、これは多分フィギュアについてくるこのゴールデントローブはジェニュインゴールデンっていう風になってると思う。これは多分ただのゴールデンなんだと思うね。まあその辺はあんま差ないね。緑かどうかとかそれぐらいの差で、要はこれを出せばいいって。出なかったら残念。正直これはもう微妙ですね。で、期待させてごめんね。まあ、ごめんね、ごめんね。なんだよ、これ。ファック。これは何？コインチャーム。あれ、俺めっちゃ持ってんだけど。あ、これあれか。普通のコインチャームってこれじゃん。あれやん。ウォーワーが聞けました。ウォーワー。ちょっと喜んじゃったし。もう10個買えば金箱出るよきっと。いや、もういらない。金箱もそんな欲しくないしね。もうね、アイテム増えすぎてもういらない。本当に欲しいやつだけでいいよ。 PPR だけでいいからな。俺なんかこれ1個混じってんだけど、変なの買ったやつだな。なんか安かったんだよね、これ70円ぐらいで。まあそんな感じだね、箱に関しては。今回の箱は以上でございます。さすがにドタスキン増えすぎた。増えすぎたからね。
もうそんな欲しいのかな。ゴールデンブームリングゲットして、これで終わりですね。ゴールデンドゥームリングも今3万円切ってるね。2万9000円とかだね。っていうかね、あのクーリエそんないても、もともと俺クーリエ買わない方だし。タスクのペンギンはどこに行ったのかの。いや、タスクのペンギンどこ行ったんだろうね。あれ一応妹に入る予定だったっぽいけどね、なぜどっか行っちゃったのか、間に合わなかったからやめたのかね、ちょっとわからないですけどもね。テッチーズ、テッチーズやろうかな。うわ、今はね、昔だったらね、マーケットの一週間制限なかったから、ちょっと安いの拾って買って、で、言って、キャスターよくわかんない。あ、キャスターいらん。うん、いらん。キャスターのやつ持ってるけどね。僕なんかもう、こう、この前クーレ1個売ったんだっけな。なんかもう無駄にね、こう、不良債権がいっぱいあるって。不良債権じゃない、これ全部、あの、含み益になってるね。売ればプラスですね、全部。いらないから売ってもいいんだけどな、これ。まあコレクターだからね。かわいいキャスターの箱がよく売れてた。まあ、そりゃそうでしょうな。ライトのやつあったね、また。ライトウェブ。今何分？もういいや、きっと。いいや。もうサインも価値ないしな。処分料、ビビちゃん。あのベビーローシャン出なくなったからか、9000くらいいってるね、普通のやつでも。フリークハルシネーション。分身するんだよね、こう。ブワン、ブワン、ブワンって。なんかこれ裸のあのアンユージ、裸のグリービルのアンユージャルと同じエフェクト台みたいな下がれてたね。結構かっこいい、ね、好きです、まあ、これがあるからな。もう買うことないだろう。クーリエとか使うことないだろう。いろいろいるけどな。バーニク、これ HY のやつ。オスキーとかこの辺ゴミみたいな値段だったな。超高かったのにな。どうしてこうなった。当たりヒューリーも1個売っていいな。ディープブルーとか、これジェム外せるようになった時最初クソ高かったんだよね。どうせ下がるやろうなと思ってたんですけど、クソみたいに下がった。ゴールド、なんか今年のインターナショナルは色がゴールドだから、アンユージャルがゴールドじゃないかみたいな話してたけど、ゴールド来なかったね。売らなくてよかった、まあ、売らなくてよかったのクソも売らないから変わんないんだけど。危な、なんか間違ったし。これもまあまあ高いよ、ね、リスナーを騙して2個ウルサーててゲットした、呪われたクーリエ。いや、みんなもプラスになったでしょ。あれで出たゴミでね、1万326コインチャーム。326になっちゃった。あ、ミダスはもらえるんだ。じゃあ、あれは、アルケミストのあの人形、このアルケミストってこっちでしょ、こっちなんだよね。アルケミストの、あれについてくるのは、ミダスなの？まあいいや。これいいね。何なんだろうなと思ってたのに、ミダスだったんだ。ゴールデンミダスだ、ゴールデンマイダスだね。ゴールデンマイダスとラディアンスを装備した。もうどこまでファームすんねんっていう話やね。どこまでもファームしたる。出ないんやけど、金のやつ。出ませんけど。何 ?5 個開けたから245分の1?カッティーチュー。レベル上がる。あれ、たこ焼きじゃなくなってる名前。前たこ焼きだったのいいね、名前。これタコじゃない、タコか、これえげつねえな。ヤドカリさんじゃん。どうもタコです。スラダーピック減るかもね。っていうかアックスのやついつ来るんだろうね。これはネクロだね。ネクロライトさん背中、うわ気持ち悪い。気持ち悪い。ネクロライト何かあるんだろうな。ちょっと何が変わるか全然調べてないんだよね。ちょっと派手になったかな、ネクロライトさんも。一番打つとタコがうにょうにょ生える。あ、そういうこと。でもあと地味なのしかないんだけど。クーリエすら出ない。あ、出た出た。いらんねん。違うねん。そうじゃないねん。僕はゴールデンが欲しいんだよ。どこ行った？タイドハンターいなくなったんだけど。あ、いたいた。タイドハンターさんの深海装備ですね。ちょっとなんかふざけて頭、突っ込んだら取れなくなっちゃったみたいな。ウェロベフィネ見たらアルケミスと帽子についてくるアイテムがミダス。そうそう、ミダス2015だって、うん、違うのかな。ビオショック、バイオショック、ビフダッティーだ。 あ、これ中でこう水を吸ってるのね、この中でバルブ回ってるっていうね。クーリエまあどうせ安くなるからいらないですね。ビッグラジ、あ、かわいいやん。かわいいけどいらないですね。背中の手裏剣やな。僕にはあれがあるからね、あのベビーローシャンがいるからね。 PBR さん
手裏剣で飛ぶってのが可愛い。可愛いね。違うね、俺は把握が欲しいんだよ。グーリエいらないの。プレゼントも。プレゼントするぐらいだったら俺はあるぜ。エロム君クリエ買わないでしょ。買わない。これはいいね。6ならなかった。あ、ヘビがいたのか。グーリエ抽選会会場はここですか。光らないグーリエは物足りない。そうだよ。こんなもんな。マーケット行ってやるよ。けど、この時間が、これ朝来たでしょ、確か。朝来たから、12時間ぐらい、12時間ぐらい経ってんのかな。これはスキルのモーション変わらない、ね、変わるんじゃない、なんか。これいいよね。なんか組み替えみたいな感じで。ちょっと頼むわ。くださいよ。くださいな。一番のエフェクト変わるよ。あ、ルビックの？でな。おー、違った黄色だけど違ったレベル上がったんだけど、違う。ぬか喜びさせてくる。大嫌い。ほんま嫌い。わらわら。ほんま嫌い。金箱だー。違う。そっちかよ。違う。それぐらいだと思う。もうないよね。去年の箱12個しか出てないけど、2万6000まで落ちてるね。一番安いゴールデンが、シャドウシャーマンで5200円とかか。そんなんだね。以上です。あ、ほんでこれコンプしたらなんかポイント何本かもらえるんだよね、コンペディウムの。そうそう、おまけ得点まだあったわ。322、322がどうしたの、関係ないやろ。どれこれかね。とにかく金稼ぐな。200、まあ、全部上げたら、全部5個、両方5個ずつ上げたら、600、1200か。レベル12、12上がるのかなっていうことです。君の本レベル322や。ほんまや。3人いや。けどもう3人に終わるわ。3人に終わるわ。じゃあ3人に取っとこうか。しゃあないから。どこで3人に取れる ?3 人に取れる。あ、ここにあるな。じゃあ外人に見せて外人喜ぶんじゃない ?322やぞ。とりあえず、金にしとけば。金入る。いいね、それバルブ川柳ですね。とりあえず金にしとけば金入る。うまいですね。で多分これさ、あの 0.4% とかじゃない、あのな、何個に1個だったっけ、あれレックス、レックスと一緒じゃない、出なそうじゃない。レックスどこだった、どこ行った、分かんない。これでまたレッピッとカルマが溜まるな。カルマ溜めていくか。いや、どうだろうな。322レックス1%じゃないっけ。いや、 1% じゃない、あれもっと低かった。 0.04 とかじゃなかったかな、違ったかな。レックスくん250。 250、多分一緒だと思う。250個開けて1個出るかだと思う、まあ、そんな感じでね。250個開けるぐらいだったらもうマーケットで買った方が早いよねっていう話。これブラッドシーカーだっけ。これはもう微生児だね。あれ、なんかフェイスレスボイドじゃないのこれ。フェイスレスボイド無事殺されたかな。これはあれだね、バンドルは開けないし。 0.004% ゾイド。エンシェントアパリションベンジみたいだな。言ってたら出たわ。なぜこれにしたんだろうな。あの、ライっていうかさ、あのタスクどこ行ったの。タスク、タスクのペンギンあったよね。それ売るとかっこいいで。アルティメイトが変わるの。これはあ、何これ、オービット、なんていうの、パラフレア。いや、これそれ最初ベンジのアイテムかと思った。全体物みたい。ニュータイプだったら、ニュータイプだったらこれ10個ぐらい使うよな。雑魚だからね、1個しか使えません。これ多分ポンコツなんで、この人めちゃくちゃになってんだけど、なんか俺のクロック。スナーボーズさんです。ちょ、俺金色の箱欲しいんやけど。前だったらさ、ここだったっけ、ここになんかアセプトール。あー、3人に終わっちゃった。全部開けたからね。技術力上がりすぎやろ。大パーツ。あれ、ミダスナックル、あ、ミダスナックルこれなの。あれ、あれにもついてきてたよな。なんなんだよ、ちょっと期待したじゃねえかよ。ファック、ゴールデントローボからはあの去年のゴールデンドゥームリングのゴールデンバージョンいたけど、あれがワンチャン。さらにこのゴールデン出た人から
トロベ。さらに、もうやめろっつってんだろ、英語反応。バカかよ。で、で、あ、ジェニンなのか。じゃあジェニンかもね。わかんない。なんかバグってたからね。どうかわかんない。で、これかな。まだ相場固まってないからね。ロックレス。ロックレスシリーズだね。ロックレスシリーズの中のベノリングもこうゴールでなんか入ってんだよね。なんかどっちもゴールデンバージョンがあるっていう。意外と可愛いな、ベルマンさ。そういうことです。グーリエ出して。グーリエはいらない。欲しいのはゴールデン。ゴールデン箱。ゴールデン箱出しても、さらにこのゴールデンクーリエの抽選があるってね。今多分ゴールデンルーブリングが、ルーブリング。2、3万ぐらいなんだよね。で今年はあのヒーローのフィギュアからだけじゃなくて、箱からも出るから、もうちょっと相場下がるんじゃないかなって思うんだよね。で、だからこっち側はゴールデンないんだよね。だからこっちから開けるか。ベノリング。ドゥーム。バッジリングがまあいて。怪人の沼みたいな二段構えですね。で、ドゥームリング。ドゥームは、ゴールデンだっつってんだろ。怪人の沼の三段階役者みたいなもんやな。バウンティの方が可愛い。あ、いる？ベノリングもうマーケットにいるんか。飛んでるブハクウリエ可愛い。あれなんかこう、なんかザーグリングの自爆やつじゃないこれ。ザーグリングの、ちぎれちゃう。ちぎれちゃう。もう尻尾持たれたら確実にちぎれるな、これ。バウンティ。まあ、とりあえずこっちから開けるか。で、ゴールド出なかったら、もうこれは確実に赤字と思っていいと思う。多分ベノリングもしょうもないじゃないですか。ダスのゴールデンはないの？あれはね、ないんじゃないかな。わかんないね。で、まあ、ついでだからゴールデンの話するけど、現地の50ドルごとにもらえるなんかステッカーあるじゃん。ステッカー。まあ、ちょっと記事にした時書くんだけど、ステッカーがあって、でそのステッカーをいくつか集めると、何個忘れたんだけど、全部集めると、この、ここで使えるエモチコン？エモチコン？絵文字だね、要は。これがもらえ、これと、この、なんだっけな、名前。フロップ城。あのロック城シリーズだね。ロック城シリーズの新しいやつ。会場限定クーリエだね、今年の。フロップ城。フロップ城がもらえて、でそのフロップ城が、さらに運が良ければゴールデンみたいな。あのゴールデン沼ですね。もうとりあえず金色にすればいいっていうバカみたいな考えで、とりあえず金色がいっぱいある。で、まあスティールシリーズの、M800 だったっけ？キーボード。あれもドタツエディション、インターナショナルエディションがあるんだけど、あれについてくるのが、スラークのアイテムで、あれはなんかもう金色だね。なんかゴールデンパッチ段階ではゴールデンバージョンあるんじゃないかとか話があったんだけど、一応もうマーケットにも並んでて、ほんでそれがグライデッドエッジか、グライデッドエッジがついてくるみたいだね、それには。そんな感じかな、ゴールデンに関しては。全部ジェニンだね。ゴールデントロー、ゴールデントローどうなんだろうな、出てくるのは。そんな感じかな、ゴールデンに関しては、俺が知ってる情報。